皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。今回はオーバーホールの様子をお送りします。イギミンが分かりやすいように白い紙を置いて作業していきます。まずは分解作業です。各パーツを一つ一つ洗浄するためバラバラにしていきます。あ、針が外れたね。ちなみに僕、イギミンの眉毛は針なんですよ。前回見積もりした時に不具合箇所がなければすぐ手洗いして顔に入れていきます。見積もりで不具合があるところは調整しちゃいます。先に洗浄に使っている液体は何ですか？ベンジンです。ベンジンで手洗いですね。手洗いは必ずするんですか？機械専用の洗浄機に入れる前に汚れを落としちゃうんですね。そうしないと洗浄機の液体がすぐ汚くなっちゃうので。洗浄液が汚いとせっかく洗ったパーツに汚れが戻ってしまう可能性があるため手洗いをしています。そのブラシは特別なものなんですか？これは洗い化けなんで必ず皆さん持ってます。尻尾です。根元までハケが入ってて短くなってったらこう切っていく。その棒についているものは何ですか？研磨剤なんで、一応表面の汚れ、汚れとかこれ変色しちゃってるんで光らせてあげる。かなり細かいところまで見ているんですね。このアイクルは強く洗ってしまうと爪をこう特殊なもので固めてあるんで精度とかその後の調整に時間がかかったので軽く洗う。で、あんまりひどいものがこの衝撃面というところについてるときはこういうヘラギトで落としてあげるんですね。ネジがすごくちっちゃいですけど壊れちゃったりしないんですか？一番折れやすいのはそのドア止めネジっていうところが、うん、戻すことによって引っ張り棒みたいな感じで、ね、このつばっていうんですけど溝に引っかかってこうムーブとケースを固定させる。で衝撃でここが割れちゃったりとか、ひどい時はここはネジがポロッとこの根元から取れちゃって起こっちゃう。このネジはそう戻してる状態なのでそんなに硬くないんです。一番大変なのは締めた時に折れちゃった場合ですよね。戻すのが結構大変、力が加わっちゃってるんで。ただネジの先が貫通してれば、うん、ねじ込むように動かしてあげれば下から抜けてくるんで、うん、わざわざ戻して抜くっていうことをしなくてもいい場合もあるんですよ。お客様の使用状態でいろんなパターンがあるんですね。あ、そのパーツは前回に汚れを見せてもらったやつですよね。こちらは歯車の2番車です。じっくり見せてもらいました。黒い汚れが手洗いですっきり落ちましたね。この部分はちょっと残した状態で洗浄し終わった後にバラして組み直します。たまにこの後部車の側面ここが摩耗してえぐれちゃう。ここがえぐれちゃうとガタつきが出ちゃう。そういう場合は当店では交換したゼンマイはお客様へお返しするので丁寧に外しています。この後は機械を洗浄機に入れて切り出します。超音波洗浄機に入れていきます。洗浄液と超音波でさらに細かく汚れを落とします。機械の中で洗浄から乾燥まで行っています。
解とお掃除、とっても勉強になりました。次回は組み立てや仕上げ作業です。